ヒールは、フランス、コルマール出身の元サッカー選手、サッカー指導者。フランスのプロサッカークラブ、アージオセールに選手及び監督として、半世紀以上にわたり在籍すると、ディビジョナーに優勝、4度のクープ・ドゥ・フランス優勝に、導いた。クープ・ドゥ・フランス準優勝の頃選手として、アージオセールで11年間プレーした後、1961年に、現役を引退。 当時三部にいた同クラブの監督にそのまま就任した。ルーの指導の下1979年に二部に、いながらにしてクープ・ドフランス準優勝、そして翌年のディビジョン・アン昇格に導いた。さらに、1993年には UEFA カップベスト4進出、1994年にはクープ・ドフランス初優勝、1996年には、 ディビジョンアン初優勝などに導いた。アージオセールでの指揮は1961年から2005年の44年に及んだが、この間にルーはユースアカデミーの充実にも寄与し、エリック・カントナ、ローラン・ブラン、ジブリル・シセなどの選手を輩出した。2001年には心臓のバイパス手術を受けるなど健康問題もあり、2005年6月に監督を退任した。退任後は、 オセールのユースアカデミーに携わりながら評論家として活動した。2007年6月、RC ランスの監督に就任したが、2007から08シーズン最中の同年8月25日に行われた RC ストラスブール戦においてハーフタイム中に辞任したことが発表された。ありがとうございます。